はい、こんばんは。こぐま酒のお時間です。映ってますか？本日はまた久々ゲストにお越しいただいております。自己紹介をじゃあちょっと簡単にしていただいてよろしいでしょうか？あの工房アルティスタの永谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あくまさん、そこにイエーイとかあるんで担当してください。お願いします。まあもうほとんどねこの番組を見ていただいている方はご存知かと思うのですが、ジンギスカンのジン君たちの社長さんのような。ジン君のことはあんまり聞かれると困るんだけどね。あ、そうなんですね。あんまり詳しくない。そうなんですね。一応なんかあった時のためにっていうか、まあ、なんかあるんじゃないかっていうことでこちらにマネージャーの、竹内さんの方もね一応は、ジン君のマネージャー一応スタンバイしてくれております。あれですもんね、だいたい表立ってジン君たちと一緒にいるのはウーさんとかハシさんですもんね、普段は。そうそうそう、絵面的にね、やっぱりね。いや、分かります。絵面的に俺らでそれ言ったらうちとかどうなんですか？いや、まあそうですよね。おじさんよりはね、おじさんよりはそりゃそうだ、ね、そりゃ女性の方がいいですよね。というわけで今日はこの基本3名プラス、フォロー役で竹内さんが何かあったらなんか止めてくれるんですよね。なんか途中で帰るって知ってるけど冷たい男だろ、という流れで参ります。多分この番組は知らないですよね。全然知りません。悪魔さんがですね、ファンの皆様からいただいたお酒を美味しく飲んで、お酒飲むだけだよと、でまあ美味しいねっていう番組です。な日本酒だ、日本酒、一応日本酒限定ですね。はい。あ、ジン君も見てくれてるんですか？ジン君見てるんですか？ジン君見てるの？ありがとうございます。大丈夫ですかね？このフォーメーションいろいろ良くないわ。良くない。良くないですね。どういうこと？いつも僕と悪魔さんだけなんで、ここに2人ポツンって並んでカメラに向かってるんですよ。で今日竹内さんも来るって聞いてたんで、4人もいたらちょっといつものじゃ良くないなってことで縦にしてみたんですけど。入ればいい。多分座るか。いつもマイクも一応だからすぐあるんですけども、まあじゃあちょっともう永谷さんどうしようもないなって思ったら入ってください。はい。というわけでじゃあもう喉も渇いたんで、まず一杯飲んでから、いろいろお伺いしましょうか。これはバッグはあれですね、彦根の。そうです。あ、まだですね。そうです、彦根の写真をじゃあ拝見しておきますか。こっちが背景ね。はい。そうです、かぶっちゃってますね。なんか良くない。そっか。じゃあちょっとフォーメーションチェンジをした方がいい。した方がいいね。いろいろ背景のものが一回一回のカメラにしないと見えない。ちょっと僕の俺がドキルベね。あ、いや違う。すごいな。本番中に移動するんだ。日常茶飯事だね。本番中に何でも変わる。あのトイレとかそういうのも大丈夫ですよ。はい、これ何、なんか意味あって置いてる。これ竹内の椅子じゃない。絶対違う。ちょっと待って。あくまさん椅子それでいい？いいっすか？でまた来た方がいい。いらない、いらない。ちょっとこっちまで。赤道をしてます。大丈夫？大丈夫？じゃあここを使える方がいいよね。こうしよう。こうしよう。はい。して、ひどい現場対応。調子いいわ。調子いい。これ普通に
毛並みとかも出てきて直すって。ああそうですよ。あでも今日は永谷さんの役ですよ、これが。まあでもあのもやしも別にいつも映り込んでいるので、はい、気にしない。あそうね、ちょっと1回ぐらい見てくればよかったな、出る前に。やっぱそうですね。うわちょっと手が当たるとね、こういう音が出ちゃうんですよ。これ押したらあの書いてる音出るんでね。やば何のっつって。さらに今日あれです、紹介してなかったですけども、永谷さんが当ての方を持参してきていただいたんですが、ちょっと寄ってください。琵琶湖といえば、そう、彦根といえば、僕ら今彦根帰りで、彦根といえばこれですよ。いや船寿司。いやちょっと早速開けますか、はい、ちょっとね、俺も食べたことないんだよね。この俺もな、え今 1,2,3,4,5,6 人いますが、誰も食べじゃあ、悪魔様から永谷さんに船寿司のあーん来るんじゃない。あーいいね、やばいね、そういうのいいよね。やばい、絶対拒否できないやつだ。これを狭くない。いや一回そっちが置きますよ。熊さん、いや熊さんもうここでいいんじゃない。ユーキーはこれ開けんの違う、ここで開けたらここでそれをこっちいただきます。うん、臭いやつ、そうそう臭いやつですよ。もう発酵食品ですよね。臭いのかどうなのかすらも分かんない。これちなみにあの琵琶湖の湖畔の道の駅で買ったんだけど、幼冷蔵なんだけど、うんうん、フェリーの中すげえ暑かったの。ちょっとちょっと20時間ぐらいさらに暑いところで発酵してるんで。ああ二次発酵入ってるんですね。じゃあ最初のかぐわしい顔で悪魔さんに変えてもらって、ちょっとこっちずれましょうか、はい、ね、はい、きついもうこれあったらいらない、いらねえわ、はい、なるほどね。なかなかポジションが決まる。そうです、ちょっとすいません、バタバタ大丈夫、バタバタしました。大丈夫大丈夫。逆にもやしちょっとこっちに欲しいな、うん、コメント全然俺見れなかったりするわ。いや全然、あ、ほんと、あ、じゃあよかったですね。すっぺ、すっぺ、これもう一個中に入ってる。あ、なんだ、なんだ、もう一個これなんだ。本当だ、これめちゃくちゃ厳重なんだけど。なるほどね。なるほどなるほど、怖え。まだ真空パックとですか。うん、ちょ大丈夫ですか、うん、今日の放送。いや怖いよ。ちょっと換気扇回して。ああさすが高級料理だよ。だけどこれそうですけど、これでいくらするんですか。これで1300円。おっと、そこそこする。いや、そんなのして。じゃあ私もここまででまたさっさとどっか行く。いや、そこそこ酸っぱいっすよ、匂いは。酸っぱい、うん、合わないの。はい、セッティング完了です。おぉ、これね、これ前にね、では本日1本目のお酒、彦根でいただきました滋賀県瀬古酒造株式会社さんの忍者でございます。はい、映りますか、これこの辺かな、この辺かな。すごいシンプルなラベルデザインです。飲んじゃってる。いや、ちょっと待ってください、待ってください。ダメです、ダメです。乾杯だけはしようねっていうルールなんで。なんだそれ。あ、乾杯ね。そうそう、乾杯が大事。大事。そう、乾杯が大事ですから。行きましょう。悪魔さんも、で、ジン君チームの皆さんも、彦根、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日1本目のお酒、忍者です。乾杯、はい、いただきます。うん、うん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 、おいしい。
これいいのこれ？あ、これいいっす、いいっすよ、はい、これいつもこうですよ、浴びるように飲むっていう、なるほど、ね、やつちょっとあのタオルがあればください。これ2杯目は自分で言っていいの？あ、いいですいいです早い。あーあーあった、ちょっとお口拭きます、お口とお手で拭きます、毛並みも直します。はい、これもファンの方にいただいたパンツマレストラン、おお、厚切りベーコンと酒ハラスです。びっくりした、ロシアのなんとかってことあ、温めてはくれてないですね。温めなくても美味しいんじゃないの？ちょっと油が固まってたんで。失礼します。いや、この大丈夫、固まってるゼリーがいいんじゃないですか。あ、そうね、もうそこの辺開けちゃっていい。もう船寿司食ってないし、船寿司、船冷たいまま船寿司食ってないぞ。じゃあまあ、せっかくなんで、あ、すごい顔までついてるんですね、うん、でここ入ってるんだよね。あ、本当だ、メスだ。じゃあちょっと中谷さんから、あ、悪魔さんがあんするっていう聞かないんで、悪魔さんの方からね、長谷さんに食べさせてあげてください。ん、どうすか、匂いどうすか。臭い、臭い結構これさ、うん、はい、はい、では、あーあー、全然カメラ映ってないなんか バキッって言ってますよ、骨まで入ってるんですか。へぇ、うん、なんすか、なんすか、なんすか、しょっぱい、しょっぱいんだ、うん、え、酸っぱくはないんですか、この匂い。あ、竹内さんが欲しいって、竹内さん欲しがるもんな、食べてみたいですねって言っちゃう、うん、いや、それは1回はね、1回はそれ。あ、尻尾の方ね、尻尾の方来ました、来ました、来ました、はい、はい、はい、いや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 、僕も食べますけど、あの、まずは、まずはほら、竹内さん、どっち、あ、じゃあじゃあもうカメラの目の前で言ってください。はい、あ、もうちょっとしゃがめてください。はい、あ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 、3秒ルール、3秒ルール、大丈夫です、もやしが食べます、食べて食べて。これね、 いつにも増して、いや、もう一回ですよ、もちろん。これね、あの、大根とかそういうのとか一緒に、これ単体だとちょっと味が濃いす、濃すぎるんで、なんか言ってください。あー、出した。こら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 、ごらんごらん。じゃあ僕もいただきます。いや、全然大丈夫だよ、香りがまともに来るとこれ大根とかさ、キャベツの漬物と混じってたら全然、いやー、俺もう無理です、これは結構、無理です、無理です、え、無理、うん、これは無理だ、無理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 、ナマスより、あ、全然きつい、全然きつい、きつい、きつい。いや、だからこれ、これ野菜とさ、浅漬けとかと一緒にしないとさ、うん、これだ、なんか何とも交わらなそうだ。あとお茶漬け。お茶漬けでもなくないですか、野菜を。うん、いや、これだけじゃもう全然進まないですね、これ。そう、え、いけます、これ全然いけるけど。わあ、この酸っぱさの後に来る、なんか、なんていうんですか、この泥臭いでもなく、もう、もわーんってやつ、酒で流し込む、いや、もうそうしましょう。いや、日本酒合うよね、これ。確かにお酒は、うん、お酒進むっていうか、なんか、うん、まあ、量は増えそうですよね。飲まざるを得ない。で、ほんで、ずっと残りません、口の中。あ、食べな、食べな、食べなさい。ジン君チームあれですよね、全員フェリーだったんですよね、今年ね。よく、よくも、まあ、もともとこういうのはあれ、え、ニシン漬けとか
そんな感じないの濃いやつ。なんか今自分で言って。あ、いいですいいです。押し寿司とかもよりまだえぐいですよね。メガネの人は押し寿司好き。あ、メガネ。ちょっと違うかな。で、こういう番組なんですよ。なるほど。これ見てる人はどうなのかな。いや、大丈夫じゃないですかね。普段からこんな感じなんで。ぐんぐん減ってってない。大丈夫ですよ。ちょっと今日全然コメントを拾ってなかったんで、あ、これすげえうまく感じる。いや、でしょでしょ。これは別にその食べれないことはないだけで好まないですよね。いや、だから船ってこれぐらいしないと生臭くて食えないんじゃない。ああ、なるほど。あと保存できない。確かにね。昔の人はだからそのタンパク源、特に海のない地域ですからね。そうそうそう、違うね。例えるならどんなですって散々例えましたけども。例えるならニシン漬けを濃縮した感じ。いや、そうですね。ニシン漬けのえぐい部分以外を削いだ感じですよね。そうだね。さっぱりした部分を全部削いだ感じ。そうですよね。そんな感じです。もう酸っぱいとしょっぱいと臭いしかないよね。、うん、基本的に。そうですね。臭いを隠す気もない感じしてますもんね、これね。でもチーズだってさ、こんな味のチーズあるよね。あります、あります。だからなんか段階を踏んでここに行けばいいんですよ。そう、いきなりこのね、最初のつまみがこれだもん。うん、というわけで、じゃあこのお酒忍者をですね、悪魔様が、チャートレビューしてくれますので、それを書いてる間に僕はちょっと、お酒の説明書きを読みます。箱はでも何も書いてなかったんです。甲賀流忍者の里で醸された芳醇なお酒です。滋賀県産酒造公的酒米を 100% 使用し、玄関機にじっくりと低温発酵させ、丁寧に仕込み、絞りたての原酒を生で低温。くちゃくちゃ言わさないでください。ちょっとフレッシュな、香りを残しつつもどっしりとした飲み応えのある味が特徴です。これ合うようにできてるね、ちゃんとね。なるほどね。やっぱ地物はね、それぞれが、ね、合いやすいですよね。そうです。今日は2本の予定でお送りしてます。こっちか、もしこれのマウスもちょうど。これ本当に日本酒通の人が見てたりするのか。あれですよ、この前名古屋の酒蔵さんが見てくれてて紹介。すごい、なんかちょっとね、メッセージ。船寿司作ってた人の名前さっき書いてたんだけど、あ、もうもやしだったら捨ててると思いますよ。中山さん向こう持ってったんじゃない。そうです。ごめんなさいね、今作った人が見てたらね。今同時接続で150人も見てるらしいですか。まあ延べ人数でいうと多分300-400人ぐらいは多分見てる。暇だな、みんな。そういうことを言わないでください。いや、これ卵のとこだけ食ってたら、うん、これカナッペに乗せて。あ、なるほどね。カナッペに乗せてじゃねえ、乗せたのがカナッペですね。まあまあ進むね。チーズ、チーズ。卵のとこだけ食わないでくださいよ。これ2分とか後で食う。子供の食べ方じゃないですか、それ。食って。いや、ちょっと本当に残りますね、口の中に。ではこの忍者お酒を例え、チャート一つ目の項目ですね。口当たりの柔らかさが3、まあまあまあ普通ですよね。まあまあね、うんうん。この船寿司に入った袋ありますかって。鼻から抜けるな、船寿司。うん、あ、メスのが高いんですね、船寿司も。そうそうそう。1匹4,000円ぐらいしてる。なるほど、4,000円。これでちょうど1匹じゃないですか。米原市の磯谷久治さんの作品じゃない、生産。
お、こんだけ酷評した後に読むんですね。酷評俺ってでしょ。なるほど。そっかそっか。前原、あ、そっか、前原。前原、滋賀県前原。うんうん。僕ずっと前原は岐阜だと思ってました。滋賀なんですね。これをさ、ずっと作ってんだよ。そうですよ。すごくない？すごいですよね。来る日も来る日も。来る日も来る日も船釣ってきてさ。塩と麹とさ、うん、あ、そういえばお米、あんまり感じなかったですけど、米も入ってますよね。腐っちゃって、この白くぬぺっとした部分が米麹ですよね。そうそうそう、うん、そっか。すげえな。二つ目の項目、忍び寄る切れ4。お酒のレビューやってたのか。あ、そう、まあ、忍者ですからね。そうですお酒をね、一応レビューする番組なんですよ。うまいこと言うね。もう、もう、ちょ、やっぱり背景戻しますか。中谷さん聞いたらやっぱ、居酒屋背景の方がいいですよね。ああ、うん、いいね。うん。中谷さん、コメントちょうだいって。コメントちょうだい。この忍者を飲んだ、普段から結構飲むんですか、日本酒。日本酒はね、そうだね、調子乗った時に飲むかな。家ではあんまり飲まない。家では打ち上げとビールですか。家はビールと、うん、この間博多行ってからは芋焼酎。なるほど。あれでもジンパの後飲んでましたよね。ジンパの後夜毎晩飲むよ。ああ毎晩飲むけど、まあ、日本酒をって話。ああ、日本酒ね。噛み合ってない。僕らの噛み合ってなさね。そうですよ。徐々に。3時間こんなに喋ることないもん、この人。そうだって。そうですよ ね。3時間ぐらいしてから噛み合って、まあ、お疲れ様ですぐらいしか言ったことない。飲み会年に1回、年に1回、4月29日にしかぐらいですね。あとは大体普通のシラフの時にお金の話するぐらいですもんね。してないよ、お金の話なんか1回も。まあ、竹内さんともね。そうです、お金の話こっち。そうですよね。でも竹内さんももう座ったらいいじゃないですか。だ、竹内さんは今日車なんで飲めないんですけどね。あ、まあまあまあ、車持ってきたね、ここに。車持ってきたね、ここにね。すごい、でも飲みやすいですね、このお酒。飲みやすいね、やばいね。もう2合ぐらい空いてますよ。居酒屋で隣の席の人見てる感じ。あ声の大きさとか張り方とかね。そうですね。3つ目の項目、伊賀グリオド4、甲賀だ、だから、うん、忍者エモンと甲賀だからね。そうですよ、言ったらもうグリオドはもう元々低いですけどもね、グリオドもね。これ水もらっていい？あれあれ。チェイサーですか。本気本気飲みじゃないですか。この前永谷さん日本酒のツイート上げてたよって言ってますよ。なんかツイートしてますか。あ、そうそうそう、ね、なんだっけ、うん、秋にこうさ売り場に並ぶやつあるじゃん。はいはい、日本酒で、日本酒で、うん、なんだっけ、濁り酒じゃなくて、水は大事だよ、たまり酒じゃなくて、今時期スーパーの日本酒売り場にいっぱいこう並ぶ。いや、わかんないです。もうぶっちゃけ僕もうお酒とか一切買わなくなりましたね。この番組でいただけるようになって、ちょっと思い出してくださいよ。まずそうそう、ツイッター上げたんだよ、それで。ツイッター上げたらさ、何でも教えてくれんだよね。いや、そうなんですよ、もう、ね、すごいですよね、うん、あの速さといい、すごい、まあ、誰かがね、知ってるす
ごいね、何百人何千人っていると。ツイッターすごいわ。だからね、うん、あのジン君のジン君がファンになって、うん、こうジン君、橋さん、うん、竹内さん、うん、永谷みたいにフォローしてこられると、うん、もうね申し訳ないんだよ、ね。本当に本当に何かしらジン君の情報をさ。出ようとしてね、思ってね、うん、しょうもない公募アルティスタとかさ、うん、さしょうもねってなんだよ。なんかもう全然飯作ったとかさ、うん、猫の写真とかさ、やっぱ、ね、猫はずっと僕も見てますよね、うん、中谷さんのとこ何匹いるんですか。6匹いてね、この間1匹死んでね。あら、家の猫じゃない。犬もいましたもんね。犬いる、散歩係ですもんね。もう最近犬の散歩の時間に起きてられなくて寝落ちして、もう3時ぐらいに散歩してたりするんだよね。ああ、いいですね。でもそれでもするんですね。それでもする。おじいちゃん、うんこ待ちだから。あ、家でしないんですね。家で絶対しない。それはしないと。はい、じゃあ久保さん5つ目をねお願いします。ちょっとコメントを読みます。こんばんは、どちらの社長様ですか。これはね、ジン君のところのジンギスカン、ジン君のところの中谷社長でございますよ。緊張ではないんですけど、何を喋るべき。あんま突っ込んだ話すると絶対僕よりも喋っちゃうおじさんなんで探ってるんですよ。さっきもなんか絶対なんか言いたいこといっぱいあるけど全部言えないもんなっていうから。そうは言えないな。それはなんかダメな、本当にダメなやつですか。もう全然ね、全然誰も見てないんだったらいくらでもいいけど。まあ大して見てないですよ誰も。いや、いい話、いい話、いい話。あ、いい話だったら、うん、じゃあちょっとなんかヒントぐらい、触りぐらいいいですか。もう竹内さんの目がね、すごくいい話。すごくいい話。すごくいい話、ジン君ファンにとって。ゆるキャラ、北海道ゆるキャラ。あおぉ、大きいっていう。お言いましょうよ、それだったら。ついに、ついにある。何が。北海道でこのキャラ業界でいい話っつったらもうあと、もうそういえばさ、うん、北海道でね、ゆるキャラのイベントできたらいいなと、うん、彦根で思ったよね。思いました。思わなかった。あれ誰と喋ったんだっけ、うん、違うな。いや、僕らでも喋ったよね。喋りましたね、はい。なんかさ、ああいう、うん、あそこまでは大規模、まあまあね、最初からあそこまで大規模なのはさ、うん、あれだけどさ、まあ、カレンガ、なんだっけ、赤プラですか。赤プラ、この前僕らちょうどそこでイベントあって、ああちょうどいい頃合いだなと思って見てましたけど、うん、赤レンガのさ、道庁の中の方を控え室とかにして、うん、でもうそのまんま歩いてくれば、赤プラのさ、うん、駅前通りまでね、そうそうそう、うん、両サイドにグッズのブース出してさ、羊と熊でやっちゃう。やっちゃっていいんじゃないかい。羊と熊がどっちがお金出すかは別として。熊がいっぱいお金を出して。いやいや、そこは一緒にやりましょう。羊は宣伝も頑張る。いや、もううちも宣伝頑張りますよ。お酒出す。あ、そう、うちお酒とおつまみ出します。じゃあ、それいいね。うちジンギスカン出すね。あ、それいいですね。じゃあもう松井さん下に店あるし、あとなんか札幌さんとか呼んで。そうそうそう、だってさ、九州とかさ、いろんなとこ行っていろんなキャラと知り合ってさ、うん、呼んだらいいよ、みんな来たいって言ってるし。いや、言ってますよ、ね、主にすすきのにね。それは知らんわ、そこまで面倒できない。いや、でもそうです、僕らだから今年四国行ったでしょ、須崎、うん、行ったんですよ。高知県、うん、どこ。そうそう、高知県、高知県の人口がそれこそ何2万3000人とか、そんな町にお客さん7万人とか呼んでるんですよ。すごくないですか。すごいね。
で札幌の人口なんか190万人だからさ、いやもうだからもう1000万人700万人ですよ呼びますよいやいや来ないそんなに来ないですけどそんなに来ないですけど、まあまあちょっとでも呼べたらよくないですか。すごいよね、うん、ユニガーデンだっていいよね。ユニは本当に今年何回5回イベント一緒にやらせてもらって、こちらも1回そう呼んでもらって、アクセス問題、アクセスがね本当にあれだって、あそこ千歳空港から近いでしょうね。でも車なかったらバスもそんなに本数ないし、電車でいうと2時間に1本なんですよ、もう直通で来れるやつ、結構きついじゃないですか。苫小牧東港でやればいいんじゃないですか。苫小牧に東港なんですか、東港ってフェリーで来たらそのまんまみんなゾロゾロゾロ、ああフェリーはフェリーそんなにみんな好きじゃないですからね。 だけど苫小牧今いっぱいさ、ほら、うん、あのなんだっけ、あのなんだコスプレのイベントとかさ、はいはい、イベント年2回やってますよね。前1回ゆるキャラのイベントもやったよね。やりました、結構大きい50、60キャラぐらいいましたもん。あくびしてる、あくびしてる人が話してるのに、はい、はい、すいませんいやそうですね。じゃあこのところもうね、うん、何ヶ月休んでないっけ竹下あくび、もう前回休んだのがもういつだか分かんないぐらい休んでない。もうだって目の下めっちゃクマになってますもんね。うん、もうえ竹下さんあれですか、もう大体もう朝から晩まで毎日いるね。一番先に会社来てんの竹下、笑ってる今の疲れた疲れただけですね。だってもうね、なんかここが最近あの黒ずんできてるからね、ちょっとやばい、ね、なんか、うん、このシワも黒ずんでる、笑いじわなのか本当にもうここが乾いてきてキュッてなってるのかよく分からなくなってロフトツアーのシワがこう一本で竹下さんの朝っていうか今もそんなちょっといや今だよ今。イラストをね、いちいち写メっておく、記録しておくとこういうふうに本に載るんですね。なるほど、本の素材として儲け上手だな。儲かってないですよ、これは本当にあのファンの方への恩返しですか、こういうね、挿絵としてそんなに見ないでくる。どういう製法してるのかな。普通のやつです、普通の感じです。それでそのゆるキャライベントがさ、うん、やったらいいんじゃないかと思うんだよね。いや僕も思いますよそれはね、はい、だってあのテレビ東さん感謝祭だってさ、そうですね、あれももう定番になりましたよね。ね、うん、雪祭りとかでやったらいいんだよ。雪祭りは逆に来るの大変か、。呼ぶのにもあれだな、ね、宿もないし。そうなんですよ、一番飛行機も高いし一番人の来ない時期、3月末じゃないですか忙しくて誰も来ないなんだかんだ大通りずっとなんかやってますもんね。けど3月4月はやってないでしょ。何も、うん、でも3月4月は自治体さん一番動いてくれないですもん。年度代わりだからな、うん、もう担当変わるんでとか言われちゃう。そうなんですよ、何この話どうする公務員の人が見てたら。いや見てますよ、結構ずいぶん真面目だね結構この番組はあのいろんなキャラ関係者さんも見てくれてるんですよ。実は竹内さんにもマイクをつってますよ。竹内さんも僕もそろそろ帰るあ、集音マイクをここに置いとこ、集音マイクで喋で、ちょっとボリューム上げて。この男なんかね、発散情報では結構飲んだらものすごい喋るらしいんだけど、いやそうですね、喋って喋って止まらないらしいんだけど、俺の前でそんな姿を見たことがないんで。え、だって懇親会とかでもなんかそう、でも懇親会で全然いつもいなかったですけど今年いましたよね、彦根。初めてそう、ガタちゃんに誘われて教えてくれ。へえ、あ、懇親会のこと言っていいのこれ。もうキャラ、あ、懇親会があったことは言っていいのこれ。それはそうですよありますよそれはあのなんかいや危ないな危なくないでしょ全然信用できないな
懇親会がありまして懇親会はありました、ね、ありましてだからその時に思ったんですよ、うん、なんかこういうイベントを北海道でもやったらいいなと思って。いやそうですよ、ね、うちはあの協会の北海道支部でもあるんで。そうだね、やったらいい、ね、だからやったらいいんだよ。いや力だけじゃちょっと。いやいや、うちはその協力すから何がないってお金がないんで。え、お金はどっかから引っ張ってくる。でちょっとみんなでその引っ張る算段をねしましょう。いや絶対ね、夏とかさ涼しいし、うん、ね、夏とかほら内地でやったら死んじゃうでしょ。死んじゃいますね。暑くて、いやもう5月6月でも死んじゃいますからね。今週は5月6月だったらちょうどいいぐらいじゃないか、うん、6月とかライラック祭りなんてさあ。でもあれ今情報来ましたけど、夏は北海道学会ラッシュでホテルが全然開かない。じゃあ6月よさこいあるじゃないですか。よさこいか、よさこいには触れない旅行よさこい、よさこいには触れない旅行、ややこしいですもんね、うん、あほら噂をすればガタゴロ見てますよ今。あ、じゃあちょうど今、まあ、そうそう、ガタ片頃を呼びたいだから、ね、よさこいと、うん、なんだっけ6月よさこいじゃなくてライラック祭り、うんうん、ライラック祭りはさ、うん、毎年しょぼいでしょ結構まあ、まあ、そう、大通りでやる中では一番しょぼいかも。しょぼいでしょ。あれ昔さもっと札幌音楽祭とかあってもっと盛り上がってたのに、うんうん、だん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 もう似顔絵おじさんコーナーとかさ、うん、そんなばっかりになってきたでしょ。花綺麗だねっ ね、うん、でなんか植木配った時だけ人わーって来てさカタちゃんだバラスボがいかつい土壌って言われてたよね。あ、わらすぼ全然みんな知られてないですね。ガタッわらすぼは知らないだろう。ちょうど彦根の会場で悪夢さんもガタちゃんに似顔絵描いてもらうっていうのをやってましたよね。絵うまいですからね。そうそう、ロフトの、うん、なんだっけ博多の時に来てもらって。あ、そうなん、色紙もらったよね。へえ、色紙ジンクと。いいですね、居酒屋を見てるみたいな。え、じゃあもうあれですか、来年中にはもう実現を目指す感じですか。そこは実行委員会が長寿ギガのやつ好きだ。あ、長寿ギガね、シリーズやってましたね。キャラを長寿ギガっぽく描くやつね。ごめんね、分かんなくて全然なんだかんだ言ってますね。もう3分の2いったじゃないですか、うん癖になるわこれここでも臭いんですけど、臭い、臭い、臭い、いやいや、いいです、いいです。もうだってもうこの部屋中臭いですよ今。9月まで、9月もあれあるんですよね、大玉あるんですよね、大玉フェスタ。なるほど、今大通りはあのず9月どころじゃないよね、10月頭ぐらいまで今やってるんで長くなりましたね、うん、8月もティジャーがあるんですね。そう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 こぼした王子さんこぼした王子さんこれでいいの、ね、いいですいいです。で10月11月になるとほら大きいイベントあるでしょ。オタム行ってみたいね。一回行ったじゃないですか、お手伝いでエプロンしてワインワインのあるとこ何丁目、あれ6丁目で、なんか6丁目うちらがいたとかね。あ、そっか、そうだ、いつも出店してましたよね。そうそうそう、そうだそうだ。え、あれ高いんですか出店料。出店料出店料、出店料いくら言っていいのいいですよ、別に別に僕、うちがまずいことはないです。30… いや、高っ。 5? え、そんなもんそんなもんで、何日ですか。11日か。そうそう、うちら半分だったの、今年最後まで出ると彦根じゃないし、中にぶつかってくる、なので35万一針だよ、一針。ちょっと無理っすね、1日じゃないですよね、その11日間で35万ですよね。1日だったらもうどんだけ普通ったって赤字でしょ喉から血が出るほど客引きしますよ、ね、今年ね、あれいちご削りがめちゃめちゃ売れてたから。あ、なんか流行ってますね、去年あたりから。いちご削りさえ売ってればもう出店料払えるよ。いちごのキャラ呼んで、いちごのキャラ、いちごのキャラ呼んで、すごい金の話やるかっつって。
そこのあジンギスカン屋ね、ジンギスカンとか、ジンギスカン屋さんは松尾ジンギスカンとかが出てたよね。じゃあもうちょっとあんまりいちご削りなんだって、とにかくとにかくいちご削ってればもう行列できるんだって。ほんとね、寂しょ。いやまあまあ今時期からはもうダメですけど、夏だったらいいですよね。全然オータムの前半なんかもうバリバリ売ってたよね。後半かわいそうだったけどね。あの駅前通り沿いの、ええ、なんだろう、ガイアの前の道の脇にあれあるじゃないですか、オープンテラスみたいなやつ、知らないですか。ガイア駅前通り、駅前通りのガイア、うん、たぬき懇親のところ。ああはいはいはい、あそこのオープンテラス結構安いんですよ。あれ借りれるの、あれあれ借りれるの、あれ何なの、あれあれなんか町おこしなんちゃらみたいな、町づくり会社さんの趣味でやってるんですよ。趣味ではない。土日は結構埋まってるらしいんですけど、平日結構キッチンついてテーブルとイスターといらないって言われたんですけど、あれ全然、キッチンも電子レンジまでなんですよ、火が使えなくて。いちご削りはいいんじゃないの、忍者麺、あ、そう忍者麺やってたやつだ。土日だけとか借りれるのですか。借りれます。あのオフシーズンだったらガラガラらしいですよ。6月のだってあそこ営業してるの見たことないよ。いやでも6、7、8あたりは結構びっちりですよ。本当、うん、だから平日は誰もいないらしいんでもったいないなって。すごい安いんですよ。いくら。1万5千とか。1万5千か、1日、うん、1日1万5千ってことは10万以上ぐらい入ったんだよな。まあでもジンクいて、なんかいけますよ。そんな簡単に、そんな簡単にジンクいるだけで10万とか稼げるわけないでしょ、そんなに。この話今日大丈夫なのかな。これさ、ちょっとさ、ゆるキャラファンの夢を壊さない、これだ。いや、やめましょう。やめますか。やめましょう。お金の話はやめます。お酒のレビューの続きを、ほら、もう4項目ぐらいしか書いてないじゃん。悪魔さんのちょっと意見を。家賃は売上の 10% とかもやめましょう。やめましょう、やめましょう。でも本当にキャライベント、大きいのをやりましょう、ねね、北海道でね。そこが僕らも。お金はね、どっかから降ってくる。本当ですか。終わってみて降ってこなかったねみたいなの嫌ですよ。けどなんかこう、いや絶対あの苫小牧で一回やったやつ、あれはだって JC さんの周年イベントですからね。あれ一回こきって決まってたの、うん、最初から。あれ怒ったよな。なんかやめよう。やめよう。なんか生々しい今日の話。はい、じゃあ夢のある話。夢のある話をしよう。夢のある話を、ね、はい。ジン君の今後の展望とかってなんかないですか。でも最初からそっちに聞こうとしてる。ジン君の今後の、ジン君の今後の展望だって。お二人から展望ね。目標というか、目標というか、うん、お金じゃない目標。そうや、そう。お金は後からついてきてくれればいいな。お金は後からもう展望ね。でもね、なんか違う話にするか。で、うん、俺が言ったってさ、いやまあまあそうですよね。そうです。俺がジン君の話するとダメなんだってだから。あ、まあそっかそっか。そっか。後で怒られるんだから。それはまあそうですよね。5つ目の項目、竹内ちゃんのお忍びとこう。全然表に出てこないですからね。忍者ですね、まさに。まだ帰ってないから、いるから、ね、いますよ。なんだかんだ最後までいてくれると信じてますよ。そして最後俺を送ってくれるって思ってた。いや、そうですよね。それはそうですよ、ね、富士の場で。富士の場なんだよ。遠いな、結構。じゃあ、あとはベストアデですね。このお酒に合いそうな、まあでも今日の流れで言うと一つしか。船寿司でしょ。書いてるし。先言っちゃダメですよ。船寿司ですけど。船寿司です。ベストアデ船寿司。じゃあ最後に、このお酒を例えるならば、ここにね、キャッチコピー的なものをね、悪魔さんがビシッと書いてくれるので。
ちょっとまあ楽しみに見てください。大した熊だな、北海道でイベントあったら行きますって言ってくれてますよ。まあそりゃそうですよ。そりゃそうですよ、うん、いいとこですよ北海道は、ね、冬以外。道内のキャラさんですら集まるの大変ですからね。そうだよね、うん、片道5時間とか言われたら、ね、釧路とかね釧路のキャラっていたっけ。いますね。最近だとあのなんかあの何ザンギの人とか、ザンギリ侍とか、あーどこで、どこであったの。それこそ苫小牧で一回会ってますよ。あ、そっか、うん、釧路から来るったらもう日帰り無理だね。無理無理無理、全然無理ですよ。自分やれって言われて嫌ですね。ジン君の聞くか俺にジン君の話。いや、ジンパの頃って意外と北海道イベントないですよね。北海道ね、ゴールデンウィークはまだ早いんだよね、時期的に、ね、あの辺りにだからジンパきっかけでキャライベントにどんどん発展させていくっていうのがいいんじゃないですか。あの頃本州も大きいイベントないんですよ。羊ヶ丘でやるんだったら全然土地はなんぼでも。あそこって貸し切りとかできるんですか。貸し切りはさすがに厳しい。駐車場をうちらはレストハウスだけを借りてない。駐車場を会場にとかは無理なのか。札幌普通の観光客が来るからな。札幌観光協会、ね、あの裏庭だったらいいかもしれないね。裏庭めっちゃ広いじゃないですか。写真撮るの、うん、雨降ったら最悪だけど。なるほど。そうそうそう。で草も結構深いからね。うん、確かにね。4月末下手したらまだべちゃべちゃですもんね。そうだ、うん、下手したら雪降るからね、まだ、うん。ゴールデンウィークでいいんだったらどうだろう。あれ来年ですよね、新幹線が北海道。そうそう、だから函館方面は盛り上がるから、通信ホッキーだとか、キーコだとか、うん、あの辺は超盛り上がるね。ゴータ君だとか。ゴータ君はなかなかね、縛りがいろいろあって。そういうことを言うな。いやいや、その、ね。そういうことを言うな。いや、そっか。ゴッシーとかめっちゃ。ゴッシー、ね。おごりのボート売り場の。はいはい、会いました。広いやつ。うん、アミタイツのね。アミタイそっかそっか。最近イカール星人って見ないね、あんまり。いやでもこの前なんだろう、どっかに出てましたよ。本当ちょっと覚えてないですけど。あれ意外に衝撃的デビューだったんでね。そうですね、動画見た時、うんうんうん、おすごいなと、うん、いやなんかもう今日ポロッといろんなこと言っちゃいそうで言っちゃいましょうん、ね、自分の番組だもん、うん あ、できそうですよ。なんだろう最後の絵。忍者ですね。だいたいこういう感じで適当に。これ一本目のお酒が下げられましたね。はい。もっとお前たちは飲みすぎだって言わせるってどういうペースで。いやいや、だってもう3号ぐらい空いてるじゃないですか。だって始まる前に飲んでるし、はい、本日1本目のお酒ですね。まだこれはもう1時間経ってますよ。本日1本目のお酒、忍者を例えるならばこちらです。じゃじゃん、言われますか。はい、まろやかに忍び寄り背後から仕留めるキレの辛口っていうね。タイムキーこっからこっからパパッといきますんで。これ何分番組だったっけ。ね、1時間を目指してるんですけども。あ、もう終わりでしょ。あと1本あるんですよ。あと1本あと1本あるんです。今日は長谷さん飲みすぎたってことから。いや、そうです、飲みすぎたってこと。それちょっとね、横道それすぎた。それすぎた。はい、もう一本ありますね。飲み比べてくだ
いやこれちょっとね苦戦だぞ。いやなんだかんだ完食じゃちょっと卵ばっか食ってるじゃないですか。卵がうまいなこれ。この身ばっか残ったやつどうするんですか。身置いてから食べてる。うわしょっぱ。うん、長谷さん、リトルに息。はーってしてみて。リトルって誰。僕です、僕です。僕リトルさんって呼ばれてるんですよ。やだそんなの。やですよね。僕も嫌ですよ。誰が得すんのそんなことして。あ、道南だけでもう今30体いるらしいですよキャラ。ええ、そんな増えました。俺結構知ってるぞ。函館出身だから。豪太くんでしょ、うん、ゴッチでしょ、うん、でキーコでしょ、うん、でイカール星人でしょ、うん、ズーシーホッキーでしょ、うん、あと神の国のなんだっけ、神ゴン、神ゴンでしょ。少ねえ、少ねえ。あのガゴメ、ガゴメ昆布のなんだ、ガゴメマン、ガゴメマンでしょ、うん、30体、うん、まだまだいますよ。30体も森町、ほら森町、ほら2キャラできたばっかりじゃん。食べたい、食べたい、食べるときはあのカメラの前行ってください。ダメです、ダメです。これね、身がうまいんだよ。中谷さんが卵じゃなくて身がうまいんだよ。ちゃんと映るとこで。そんなにいらない。中山が食べたいっていうね。そんなにいらねえってな。この番組のために勝ち。どうだい。ちょっとここにマイクあるんで。どうだい。うまいでしょ。チーズ、チーズ、チーズだよ。チーズではないですよ。こういうのダメなんですね。むせるよね、まず最初。飲み物ないときついですね、うん、そう。日本酒飲む？なんか、誰か水。これ一口でご飯一膳いけるでしょ、うん、いや、いけないっすよ。ご飯が進む味ではないですよ、これ。なるほど、うん、でも思ったよりは臭くない。そうそうそう、だからあの、でもにしん漬けのなんかもうギュッと濃縮、口の中ずっとドヨーンってしません？経験したって感じだ。だから、ドヨーンとしてる間に食べ続け、あ、次を行けばいいの。次を行けば辛いもの食べ続けてる間は辛くないのと一緒ですね。そうそう、野菜漬けと一緒に食べたのです。ほら、同じこと言ってる。本当だ。本当ですか。へえ。だからこれ浅漬けとさ、混ぜて食べたらうまいよね。無理して食べなくてよくないですか、だったら。うん、そんな気もするから。自己主張してきますけど。結構タイムラインで、うん、他の道南キャラ上がってます。ああ、ありがたい。スルメとか。あ、スルメ。朝日さん、ごめん、スルメ。福島町。テルヒコとか。あとでは。テルヒコ。シリウチ。テルヒコって道南なの。まあそうですね。ああ、こうやってか。シリウチは。ニララちゃんと、これ、もう一人。カンタロウみたいな。なんだ。カンタロウ。マンベ君も道南じゃないんですか。マンベ君。あ、マンベ君道南だ。船寿司。船寿司臭い。このちょっと絵が。船寿司臭いとか失礼だな、滋賀県の人にな。いやでも臭い、これ滋賀県の人食べてんのかな。いや食べてないでしょう。食べてないの、うん、だってじゃこんなにいっぱい作ってる人はどうだから乾杯を忘れないでください。これ次の作品次の作品失礼。2本目の作品もうダメだ今日。どうにもならんね。これ なんて読むんですか。神を開けるとか言って深海ですね。深海、玉栄5割5分原種、ブロカ原種ですね。これも滋賀県甲賀市、はい、滋賀の藤本酒造株式会社さんの深海ですね。いただいてみましょう。いやいや、乾杯。まだこぼすのかして。ああ。甘い、甘いっすねこれ。これは甘いね、うん、うん、これの方が船寿司とバランス取れるかもしれない。ああ、かもしれないですね。うんうん、これ船寿司さ、船寿司っつって卵しか食ってないじゃないですか。卵だけ売ればいいんじゃないのこれ。ずっと卵食ってるじゃないですか。はい、じゃあもう、チャートの方早速いきましょう。深海ですね。行列、地元産玉栄を、玉栄っていうのはあれですね、お米の名前ですね、
白くなるまで削り低温でゆっくり発酵させました。香味ともに柔らかい仕上がりです。精米は 55% アルコール度数17度、少々高めですね。はい、道南キャラ10個ぐらいしか言ってない。言ってないです。あとは全然もうセタナとかエサシのセタナ、あの日本海側の、あ、エサシはなんかいるわ、あのなんか、ね、漁師みたいな感じの人の、ね、人型のやつ。違う、それは松前。松前もいるの。いますいます、すごい 漁師さん、モロ漁師さん。日本海側はドラゴンタしか知らない。あれいますよね、瀬棚にあの風車みたいな風力発電のキャラクター。いやちょっと分かんないですけど、いましたよ、2キャラ。もうどんどん2項目目までパパッといきました。1つ目の項目が甘さ4。そうですね、ほぼほぼ今までの中でもよくこぼしてるのに分かるな。もう大丈夫ですよ、もうこぼしてるかと思いきや飲んでる、飲んでますか。ぬるっとのどごし4。大したもんだな。でも結構まとえてるというか、本出すだけのことあるね。言ってもだってもう1冊16本載ってて5冊出てますから。で1部1000部ぐらい売ってるでしょ。でもそういうことは言わないでください。あ、すごい図鑑来ました。これでもうね、道南のキャラも、これいくらですか。600円ぐらいです。だから今まで80本ぐらいも評価してますから、書くこともそこそこない。もうやめてください。なんだろうな今日大丈夫かな。もう、あ、北海道のキャラね、うん、そうですよ。登別道南ですか。登別は道南に入るのかな。道じゃないか。ああ、そう、江差しシゲッチですよ。シゲッチ、そうそうそう、ね、なんだっけ、何しげ、森しげ、いや違う、名前ね。この間あの土方くんと一緒に江差し行った時に、ああ、土方くんは函館、土方くんは、そうだ、土方くんは函館、ね、やめてくださいよ。一番にそこ出してくださいよ。さっき土方くんの次の出る予定とかいつですかっていうタイムラインが、うん、あ、土方くんの出る予定はいつですか、ね、いつ会えますか。土方くん、中谷さん、土方くんね、そうそう、連れて行きたいんだけど、うん、大変なんだよ、なかなか。あ、そうなんですね、うん、まだゆかり、この間ゆかりの地をさ、いろいろ回って、うんうんうん、回ったんだけど、まだ行けてないところがあるんだけど、うん、函館山の結構奥の赤血碑だったかな。道内でってことですか。その函館の京都とか抜いてってことですよね。そうそうそう、うんうん、そのね、なんていうの、普通に行くのが大変なの、道がないとか、あ、山道を登るとか、そういうところが、まあ、そうですね、そういうところだけが残っちゃって、うん、まだ幕府に追われてんの。そうそう、大変ですよね。確かにまともなその施設的なので言うと、けどこの間ね、土方君と一緒に函館行って、うん、函館の旅行に来てる人たちがあんなに新選組を好きなんだなっていうのがすごい分かって、まあ、特に五稜郭はそうですよね。そうそうそう、で、なんていうの、写真撮ってくださいって来る人たちが、うん、土方歳三のファンなんですとか、うん、あの刀刺してる、うん、で、お父さんがものすごい勢いで寄ってきて、うん、家族連れでいるんだけど、で娘をと一緒に撮ってくださいって言うんだけど、もう娘を切っちゃってくださいって言って。あれでもあれ黄色い旗じゃないですか。黄色い旗じゃないよ、ちゃんとした、ちゃんとした刀もあるんですね。刀を抜いて娘をズバッと切ってるところをお父さんがもうテンション上がって撮ってるわけですね。ものすごいテンションで、まあでもわからんでもないですけどね、五稜郭行って土方君いたらね。ねえっつって、俺 ね歴史のこと全然わかんないんだよ。あ、そうなんですか。そうそう、この間あの漫画日本の歴史って子供の用のやつ借りてさ、うん、なんかオタクの土方さん、土方くんとやらがうちの妹に手出してるらしいけど、ああ、なんかやってたやってますよね。
まあいいべや。まあいいべや。やイケメンだからな。イケメンだからしゃあねえ。チャラ男ですよね、若干ね。イケメンなんだもん。本当はこの辺まで来ると、うん、結構ドキドキするよ。しないっすよ。しないっするんだって、男でも。と次いいの。ああ、コアクマちゃんがもうアルティスタに嫁ぐ日も近いっていうことですね。面倒見てもらえますか。これ以上キャラ増えると大変だよな、色々。結構 お料理とか頑張りますよ。お料理でったってできるもん、うちら全然。そっかすいません、僕お店じゃないんだ。俺お兄様、あ、全然知らねえのいる。土方君のね、義理のお兄さんね。まあなっちゃいますよね、嫁いだら。あ、おらいもいたな。おらいもくんいますよ、ね。おらいもくんは昔からいる。あと、しかべのあれとか、財産いただきいの。土方君、そんな財産持ちですか。土方君、財産ないよ。そうですよね、あんまり持ってるイメージはないですよね。さんだ、はい、課長だからな。あ、課長だったっけ。課長だ。なるほどね。久々に見てもらった人が今日この回を見て何を思ってるかですよね。ごめんなさいね、本当にごめんなさいね。ちょっとなかなかのね、あれですよね。もうこのおじさん誰と思ってるの。ジンギスカンの今やもう北海道代表するキャラクター、ジンギスカンのジン君、ギス君、カン君のところの社長さんでございますよ。でももう今夜は随分とダラダラしてますよね。もう1時間本当に経っちゃいましたから、残りの項目あと4つ目5つ目を書いていただいてですね、ちょっと本当に今日コメントは全然読めてないので読みたいんですが、はいはい。船寿司なんでこんな高いんですかね。手間ですか、結局は。手間だって船一匹安いじゃないですか、絶対。いや、もう船も取れないのかもしれないよ。それかもう作ってる人がもう人間国宝ぐらいになってるかもしれない。なるほど。でもなくなっちゃったらそれはそれで寂しいですもんね。いや、うまいって、うまい、うまい、全然。全然あのなんか船寿司詳しいから余計喋んなくなったの。武井さんの顔絶対もう二度と食べない顔してますよ。あ、七栄町の昆布、これね。そうか、いますよね、昆布か。3つ目からですよね。3つ目の項目、磨きを感じる上品さ4。なるほど、確かに精米具合は結構高めですよね。そして4つ目の項目が長谷ちゃんの手尺度5。結構いってますよね。気がついたら半分とかなるんですか。そういう番組じゃない。そういう番組です、そういう番組です。ちょっとね、これ食ってたらもう飲まざるを得ない。まあそうですね、これがあるうちは進みますよね。いいの、俺これ残して帰ってる。いや、ダメです、ダメです、食べきってください。これ全部食べきったらすごいよね。明日の朝まで水飲み続けてると思う。そうだと思う。本当にいろんな味が全部が濃いですもんね。しょっぱさも酸っぱさも、うん、そしてこのお酒は甘い。甘いですね、うん、甘み4です。甘み4。もっと、でも本当にもっと甘いのありましたけどね、過去80本もレビューしてると。80本もやってんだ、これ。やってんすよ。すごいっすよね。今自分で言ってちょっとびっくりしましたけど、でも見てください、あれ、あそこにもまだ80本ぐらいあるんですよ。だから童貞山吹き出しユース。だからこの番組はあのボリューム10本がボリューム10出るまでは続くってことです。
少なくとも週2回ぐらいやったらいいんじゃない。週2はちょっときついですけど、月2ぐらいはやっていかないと、もうもらう量の方が番組で消費する量より多くなっちゃって。ああ、キャラクターがお酒もらうんだ。5つ目の項目がロゴのつぶれ度5。ロゴのつぶれ度、あ、この文字のね、新紙っていうと開くっていう字のつぶれ方5で、ちょっとこのイラスト見せていいですか。こんな感じだよ。あ、今で例えると、あ、そう、そんぐらい。はい、じゃあ続いてベスト当ての方もお願いします。あ、北海道でイベントやるのに函館はダメなのっていう話ですけども、函館の方が今だったら予算つきやすいかもしれないですね、新幹線マネーで。僕らが全然わかんないですもんね、函館出身で。じゃあ行けんじゃないですか。出身なっちゃうけど、別にどこにお金が溜まってるかわかんない。函館か、五稜郭タワー。ベスト当ていいですか。ベスト当てはこちらです。竹内さんの苦い顔ずっと苦い顔で、あの船寿司と永谷さんを交互に見てますけど、ね、俺慣れっこだこれ、え、これ何ですか、どういう表現なんですか。不機嫌ではないんですか。不機嫌じゃないです。不機嫌じゃないけど、なんかあのしょうがねえなっていう感じで、あれですか、もうちょっと危ないこと言いそうなラインになると目です。結構ね、結構こう見えてね、俺の方がちゃんとしてて、こっちの出た、あ、出た。本当、これね、放送終わったら喋るわ。それ、いや、今聞きたいな、それ。そういうの聞きたい。結構なんかね。いや、でも僕らはある程度その竹内さんのね、なんていうの、腹黒さとか、いやいやいや、むちゃくちゃ感は。チラッチラッとは見せていただいてますけど、本当俺がいかにちゃんとした人間でね、この見た目の全然違うんだから。本当にもうでも見た目は2人ともあれじゃないですか、なんかちょっと人当たりはいい感じでスルスルっと見た目通りね。ただ言われてましたよ、あの彦根の教会の本部の、もう二度と呼ばねえ。いや、じゃなくて北海道チームはね、ほら物販頑張りすぎじゃないかっていう。交通にかかってんだからさ。いや、そうですよ ね。そう、いや、僕らでも大概ちょっと言われてたのに、うちの小口数2倍いってましたからね、今年。小口数ダンボールの、あ、まあ細かいのもあったんですけど、ちょっとドラえき持ってきすぎだったね。びっくりしちゃって、もびっくりしてましたよ。だってなんか売り逃ししたらさ、まあそうです、ね、悔しいでしょ。だって取りに帰れないもん。取りには帰れないですね、北海道まで。永谷さんは北の雑貨業界の神的存在だもんね。ほう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 。違うんだって、あいつなんだって。あいつなんだって。海の親。違うんだって、あいつなんだって。あい、え、あいつなんだって。いや、まあでもそうか、もうあいつなんかもう一日中グッズのことしか考えてないんだから、もう朝から晩まで。みんな多分あのジン君のファンの方からしたらジン君のところのお二人ですけど、その前からずっとやってますもんね。そうそうそう、テレビ倒産、うん、俺もなんかテレビ倒産っていうのできましたわーって思ってただけで、その後のグッズ考えたの全部この男だから。だってそれ何年前ですか、父さん生まれたの。12、3年前。いや、長い。昨日かなんかあのね、一発行こうよの DVD が発売だったって。昔のに出てましたよね。まあ竹内も面子かわして、俺もシュッとしてさ。シュッとしてましたよね。ふたふただったしね。ふたふたではない。いいんでって帽子かぶってたけど、俺がまあ営業行ってたでしょ、竹内の方にさ、はい。そうするともう逆提案、逆提案の全部、次こんなの作りましょう、次こんなの作りましょうって、うん、そっか、もう
それがいつしか一緒にやるようになって、一緒にやるようになって、もうだから提案する必要もないから、もう暴走状態、独走状態、もう好き勝手できる、好き勝手やって好き勝手やって、お金がなくなりましたって言ったら俺が銀行走って、あ、お金の話やめよそんな時代もあり、そんな時代もあり、いや今もそんな時代だよね、大変ですよね、いるキャラはね、いるキャラはねいるキャラはお金を儲けようなんて思っちゃできないよね、いやできないですよ、できない、全然できない、絶対できないよ、今日の放送、いや大丈夫かな、いるキャラはねって言ってるおじさん2人が映ってるんですからああまあまあ、ピンクのところのセンスがいいですもんね、あいつでした、あとあと橋さんね、橋さんですね、橋さんのデザインとそれをどのアイテムに落とし込むかっていうところですよね、まあ、大体持ちかけるでしょ、でこう作者が乗っかって乗っかって乗っかってっていうのを、ね、ちょで大丈夫ですか、もう顔色が毎日何時間寝てます、3時間未満じゃないですか、本当にね、ずっとグッズのこと考えてるから、もう本当にこういう人がいるから成り立つ、あ、いや、もうシンくんほら、シンくんゆるキャラ通りますなのっていうコメントしてますよ、ゆるキャラ通りますなの、うん、シンくん見てますよ、シンくん見てるのか、見てますよ、はい、シンくんめんごいだよ、また猫影のグッズ展開もお願いねって言ってますよ、猫影最近見てないな、そういえば見てないな、じゃないですか、中谷さんが見ない以上誰も見れないじゃないですか、最近あの購買部営業もあんまりやってないからなそういえば、え、あれ結局11月29日、11月29日は何ですか、ギス君のギス君生誕祭、おーおーおお、銀購買部、そういうのちゃんと言っといてくださいはい、これ告知していいか、あ、いいです、あ、ちょっと待ってくださいね、本日2本目のお酒の呼んでよ、あ、11月29日、多分うちも行きますよ、それ、お、何言ってんすか、雪かき要因ですか、雪かきしてみる、雪かき店の前に雪かきしてみるそこってますよ、もうちょっと雪かき僕するんでなんかもうちょっといいところを与えてくださいよ、あ、岩井酒持ってきます、はい、そうですね、うちその時あのクリスマスイッチもやってるからさ、あー、ミュウヘンクリスマスイッチも、あれはもう何年目ですか、14年か5年目ぐらい、そっかそっか、あれがあって、まあいいや、そんな真面目な話やな、いや、いいですよ、いいですあれがあって、マウノスケとかと知り合って、うん、そうですよね、そうだそうだ、そうです、確かにあれは続けてほしいと思ってますよ、うちも、本当かよ、いや、本当です、僕去年買いに行ったじゃないですか、ちょっと本日2本目のお酒、深海、例えるならばこちらです、じゃじゃん、収録の裏に潜むアルティスタの暴走心、酒を飲ませば本音も開くっていうね、なかなか竹内さんのことをね、まだまだだな、まだ、うん、まだまだちょっと、ね、収録終わってからだなそうですね、終わってからが 長いやつですね、俺今日風邪ひいてね、体調悪いんだよそうですよね、来た時すごい鼻声でしたよね、そうそうそう、今調子良くなってる、これ船寿司風邪に効くんじゃないかこれ船寿司で良くなってるんですね、あ、まあ、確かにこの匂い鼻通りそうですね、このぐらいのかけだ食べたらこれ1杯いけますか、もう2、3杯いけるよね、腰をパパだね、確かに、はい、あ、じゃあこれいいイラスト来ましたよ、11月29日ギス君、いやいや、鏡見なきゃ、竹内さんなんで11月に餅つくんですかいいですね、祝い酒だっつってんのに餅つきギス君ね、だけど人気あるんだよね、そうですね、うん、うん、僕こう言っちゃなんですけど、ギス君一番好きですけどね、ギス君が好きな人は言うんだよね、うん、自分から、あ、そうなの、私はギス君推しですって、あ、俺もずっと言ってたんだよね、うん、あれは何なんだろうね、カン君ではないよね私はカン君ですってあえて言う人はあんまりいない、カン君派はこっそりなんですか、いや、ギス君派がなんか実はこっそりなんだけど、
あえて言いたいみたいな感じがあって、なるほど、ね、誰竹内ちゃんが書く、イス君、こんな、ええー、ミスキミス惜しい、ちょっと関節の数が 5,6 個足りないな。そういえば、そう、最近竹内ちゃんもう画伯の画伯だから、何キリンみたいなやつとかめちゃくちゃ売れてんだよ、こんなのグッズにしたら。あれ書いてもらおう、悪魔さんをじゃあ書いてください、今書いてもらおう、これで、うん、ホワイトボードで、悪魔さん、悪魔と船寿司、悪魔と船寿司船寿司、悪魔と船寿司、悪魔と船寿司、悪魔と船寿司、くそ、あー、いいです、いいです、ここで大丈夫です、書いてるのは、ね、中山心配しちゃってるじゃないですか言っちゃったおじさんじゃないのかなって、雪かき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 、猫かげと土方くんも呼ばないと、あー、そうなんで、そうなんだ、いや、受け入れた方が広いかなもうだ、いや、やばいっすかね、そろそろだって、シャドウはみ出すぐらいもう雪積もってるかもしれないから、そうですよね、でも結構拡張しないとダメですよね、そうだね、隣にイベントホール作りましょうよ、イベントホール、うん、ちょっとこれチャンスなんで、ほらコメントでもギス君推しですよって来てますよ、ギス君、いやギス君ね、あの、うん、ロフトさんのツアーとかでさ、うん、3匹出る時もギス君だけ掛け声かかるんだよね、ギス君、へえー、なるほどね、すごいのは、アプリの4コマ見てると余計に好きになる、なんなんだろうね、いじらしい、お辞儀の深さとか、入れれって、お前こぼすべだってこぼすからちょっとしたいと、ちょっとでいいです、ちょっとお前こぼすべ、お前こぼすべだって、あ、なるほどね、あ、やっぱギス君推し多いです ね、 ね、礼儀正しいところがいい、なるほどね、あ、めっちゃそっくりだ、これ悪魔でしょ、書いてるところをしゃべってみます、あ、そうそうそう、ちょっと向けたいけど、あ、じゃあこの書いてるところの斜面にやってください、すげえな、書けっつったら書けるようになっちゃう怖いな、もうなんか大事ですね、なんかね、イラストレーターになろうかなって言ったことがあるらしい調子乗んないよ、手震え、手震えドアスカバシーって言われた、オッケーオッケー、いやなんかね、夜な夜な書いてはハッサンに見せてんだよね、この男先生ですからね、師匠ですから、でもね、筆の運ぶに迷いがないですよ、ね、そうね、全くそうなんです、いきなりペン入れみたいな、そうなんですよ、なんかね、確立してきたんだよね、画風キモいな、そっか、基本お尻セクシーですよね、うん、プリケツだね、いつもね、これなんですか、これなんですか、あの尻尾、足、あ、尻尾、うん、うん、なるほどね、なんだよこれ、意外に才能あんのか、いや、そうなんじゃないですか、これはこれで開花しちゃったのかな、なぜ食え、なぜ食え、フィーちゃんすごいのって言われてます、またハッサンが竹内の絵大好きなんだよな、これがまた、うん、なんか仁君チームはそのなんかさ、あれほどちゃんとね、うん、学習、いや、ちゃんとしてきた人がね、勉強して、うん、真っ当なイラストレーター人生を歩んできた人が、うんうん、になんかいわば冒涜ですからね、これはね横から無免許で突っ込んできたやつさはぁって言われそうなもんですけどね、なんなんだ、天才なのかね、うん、として、いや、そうなんですよ、口があったのに、なんで口に入ったんですか、もう一回ちょっと途中経過を撮ろうかな、船寿司でしょ、船寿司、船寿司か、それ、そうです、あ、だって永谷さんが、あ、ため
楽しみにしてほしいんで、じゃあお菓子を買います。ちょっと俺トイレ行ってきていい？出た、トイレ行っちゃうおじさん、出た。本番中トイレ。あ、ちょっとストップストップ。あ、俺マイクしてるんです。そうなんです。やばいやばい。ちょっとすいません、一回マイク切りましたよ。はいはい、このままマイクも、マイクを便器で整えてください。マイクしたままトイレ行っちゃうパターンだと思う。いけないから、ケーブルの長さ足りないから。あくまさん大丈夫ですか今日？ダメですよね、完全にちょっと酔っ払っちゃってますよね。1時間20分経過しちゃいましたよもう。いやでも過去一飲んでんじゃないか。中谷さん結構足に来てますね。締めますか、今の情報ですけど。番組締めときますか。もう今日はちょっともう異例のね、トイレ行っちゃうおじさんですよ本当に。タイムラインすいません、トイレ行っちゃいました。できた、できました。ちょ、そこにあれですよ、あのサイン、サインサイン、サインもうあるんですか。サインないですよ。ああ、船寿司って書いてあるか。あ、すごい、サイン作ってくださいよ。じゃあ、あ、もうでもなんかペンの運びがもう完成に近づいてますね。素晴らしい。じゃあこれでいいのかな。これで申し訳ない。あれですよ、竹内さんが吐く作船寿司&悪魔様、こちらじゃじゃん。いけてる、映ってる。悲鳴上がらない。赤間さん見てくださいこれ。ちょ、あ、いいですいいです、全然そのまんもらえます。ちょっとしゃべりますのまま一回置いてください。うん、バッチリっす。これ竹内製飯でなんか、なんなんですか。なんかなんないですかね、これっていいんならすりますけど、うん、これか、逆に悪魔様が書くなんか、このいつも本出すときにセットでお酒にまつわる商品、とっくりとかおちょことか、うん、手ぬぐいとか、これが、まあ、そうそう出してるんですよ。前掛け欲しいなって思、いつも思ってて、うん、でジン君のところ前掛け出してるじゃないですか、うん、ね、どうすか。あ、席戻る。あ、ほらだって今日長谷さん前掛けしてるじゃないですか。前掛け、前ちょ、これ取れます今。秋さんからリクエスト来た、うん、届かいて、届く、なんか前でも縛ってません。いや、まあ前掛けだから。こでいや、そう、いや、うん、エプロンじゃないから、すごい変だから、これ取ってたらいいね。これちょっと悪魔さんに、いや、マイクも、あ、はい、つけてるんでちょっと、うん、これをね、つけるの、これだってもうあれですよね、一般になったってことは竹内製飯ですよね。一般でいけますね。そうですよね、はい、この大きい飯までいけるようになった竹内製飯の実力が、永谷さんのマイクオンにしますよ。いいですか。はい、オンにします。これをどうですか。あ、かわいい。悪魔さんがイラスト描くんで、うん、あ、作れるよね。全然作ります。作れるよ。じゃあボリューム6が出るときには、あれ、前掛け豪華すぎない。あんじゃない。あるでも悪魔似合ってるね、よく似合うわ。今描きますか、デザイン。悪魔さん、あ、このね、小熊酒マーク確かに入れたいですよね。あ、いいね、いいね、合いそう合いそう、うん、じゃあ直感にデータ渡すんで、あの反応を作ってください。ただ、ボリューム5出たばかりなので、6出るのは年明けとかになりますけど、いいですか、年末お願いします。いくらで売る。え、いくらで売る。これいくらなんですか、ちなみに。これは売り物じゃないけど、お前一瞬売りましたね。
一瞬売った一瞬売ったってなって3500円ぐらいだった35じゃあもう本セットで4000円とか3900円とっくりのセットを超えてくるね。とっくり39でしょ。うちはいくらで下ろせばいいの。下ろす話。下ろす話。今日すぐ肩出して何がけで下ろした。本セットで3900円とかちょうどよくないですか。いや違う、単体で3000。あ、そうかそうか、うん、それは4号本付きだと思う。4号ぐらい、まあ、まあそこはほらうちとね、アルティストさんの仲なんて何かけで降りるのかって思う。優しい値段あるでしょね。でもすごいね、悪魔がつけてもいける、うん、サンキューサンキュー価格ね。これが3号だったなら本の600円つけて、4100円のところを3900円でどうだっていう。それうちがなくちゃまあまあそうなりますけどもそうなりますけどもどうですかって話ですよ。サンキューだって5000円でもいいよ買うよって言ってる人いますよ。あ、じゃあ5000円またお金の話きたって言ってる人いますよ大変なんだって言うけどそうですよね大変ですよ ね、まあ、でも赤羽さんずいぶん前掛け似合うなって言われてます、うん、すごい似合ってる。写真ちょうどいい背景だから、うん、後で写真から、ね、うん、そっかそっか。でも追っ払ったわこれ。いやこれ2本目2本目結構きついですよね、甘い割に。ちなみに永谷さん足に相当ってたんで大丈夫。とかあの竹内さんが運転してくれる。飲んでないまだいけそうまだいけそうなんか今ちょうど1時間半ぐらい。そろそろ番組締めなんですよ。そろそろ番組はお開きかな、はい、番組は、ね、じゃあ最後に締めのイラストを悪魔さんが描いてくれてるので、これ永谷さんと竹内さんになる。これ船寿司相当食ったぞこれだから卵全部食ったじゃないですか。卵だけいやいいな、ほんとすごいね、うん、フランスパンだね。フランスパンとオリーブオイルとぐらいですよね。うん、うん、船って思うからダメ。なんか魚卵のおしゃれなカラスミ、いや違うか、カラスミスーパした感じ。うん、そう近いよね。いやこれパッケージが良くないのか。確かにもうちょっとね、もうちょっとあの和紙で作った方がいいですよね、うん、そうだね上のお世話だった怒ってますよ前原氏の。すみません磯谷さん、磯谷久美さん、すみません。もうすごい全身スリーショット。バッグの前掛けかわいいわ。うん、何枚ぐらいいってみましょうちょっと早くでもいつもあのセット商品は200枚ぐらい。いや200枚。工房、ああただうちの工房来て擦ったらいいかもしれない。ああできますできます。そうだ、悪魔に擦ってもらおう。そうだそうだ、うんうん、工房あるです。あ、じゃあちょっとその先じゃあ赤間さん最後のいいですね力作、向かって左が永谷さん、右が竹内さんですね。工房アルティスタチームという記念イラストです。オッケー。あ、もうそんな。あ、ちょっと言ってください言ってください。いや竹内さん、竹内さんないとこの通りになんないだろう。竹内さんちょっと最後ぐらい映ってくださいよ。いやこれいい番組だねこれ。いい番組でしょ。いい番組だこれ。これをね不定期でねやりたい時にやるっていう、もっと いい感じでやってる。いい会社だな。いい会社だなって、うん、そうなんです。いやこれもね、本当お酒とか当てを送っていただいたり、イベントでいただける皆さんのおかげなんですよ。そうだよ、もう全部違う銘柄でしょう。いや全部違う銘柄ですよ。すっごいな。それこそ本当もう北から南まで揃ってますよ。ね。ね何レビュー帰ってきちゃうか飲んで帰ってきてやっかっつって
というわけで今日は、ちょっと普段とはだいぶ様変わりして、こんな感じでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。次回の放送は、いつものごとく決まっておりませんが、また来月11月中には1回やりたいなと思っております。11月2回くらいしないと前掛けの話しててみんな盛り上がってる。そうだ、じゃあ製本法見ないでください。というわけで、またね、機会あればお二人にも今度は竹内さんもね、画面出てもらってっていうのもやりたい。今度俺そっちで。あ、そうですね、それもありかもです。絶対割り込んできちゃうおじさんあると思うんですけど、ぜひやりたいなと思いますんで、次回の放送もお楽しみにしてください。それでは、本日ありがとうございました。皆さんさようなら。